木の下アマダイです。そして並サイズのアマダイは、松笠揚げにしていこうと思います。じゃあまず、アマダイ頭をカットしていきます。ちょっとね、鱗をつけたまま調理いたしますので、なかなかやりづらいところはありますね。次に三枚おろしをやっていきます。先ほども言った通り、ちょっとね、鱗がついていますので、ガイドラインを入れるところだけ少し鱗を落とします。こんな感じですね。それでは3枚に、下ろしていきます。まだすごい身がね、柔らかいですね。こうやってさばいてみてもよくわかります。で、手を意識して、中骨、これはもうハサミでカットしていく形にします。1枚目、これ2枚目ですね。で、同じ要領で3匹目と、さばいていきます。次はですね、腹骨ついていきます。小さい骨、ピンセットで全て取り除きましたので、次は水分を取っていきます。しっかり、水分を取っていきます。まだ身がすごい柔らかいんで、あんまりグイグイ押しすぎると良くないでしょうね、これは。こんな感じで、キムが完成しました。皮の方に塩を振りかけていきます。こうすることによって、水分が、皮の方に出てきます。そして、しばらく5分ほど、放置しておきます。こちら身の方に、片栗粉をつけていきます。片栗粉も薄くつけるイメージですね。油を温めていきましょう。180度になったらアマダイを入れていきます。そろそろ180度になりましたので、皮の方を下に、して身を投入していきます。薄くきつね色になったところで、揚げてみます。こんな感じですね。鱗が花開いているような感じ、これが松笠揚げです。こんな感じ。
じゃあ第2陣も揚げていきたいと思います。ということでですね、完成いたしました。マスカサ揚げですね。ちょっとね、カボスなんかも添えてあげて、食べていきたいと思います。じゃあ、いただきます。塩、ポン酢、レモン。じゃ早速ちょっとね、これ食べていきましょう。ウロコがうまく開いたやつからいただきます。松笠揚げってこんなもんだよね。いただきます。まずはちょっとお塩でシンプルにいただきます。うん、あら美味しい。ポン酢どうだろう。ポン酢シンプルに塩の方がうまいかも。鱗がサクサク、素晴らしい。ちょっとカボスでもちょっと全体的にかけましょうか。カボス、カボスなんだ。すだち、すだち、二つ目。あ、もうサクサクいってる。もう身はすごい柔らかいけど、もう外側がもうサクサク、音がすごい。レモンでちょっと食べてみましょう。特に何も下味とかつけてないんで、もう甘鯛の身の甘さがよく伝わってきますね。うん、ちょっとこんな形、ちょっとシンプルに塩が一番美味しいです。やっぱ高級魚ですね。ね、ちょうど若狭湾で釣ってきたんで、若狭グジっていう、まあ、ブランドものに相当するんじゃないかと思います。嫁にも大好評いただきました。カメラで追尾、追尾されると。もう音がすごい、なんかポテチ食ってるレベルの音するもん。お菓子みたい。うん、おいしい。味は上品ですね。うん、これがマスカサ揚げでございます。